これから夏椿についてお話します。まず夏椿の花ですが、7月頃に白い花を咲かせます。また大きさですが、通常8メートルぐらいに大きくなる木が多いんですが、中には10メートル以上に大きくなる夏椿の木があります。また成長が早いか遅いか分けますと早い仲間になります。次に常緑樹か落葉樹に分けますと落葉樹の仲間になります。剪定の強さですが、この夏椿は強い剪定で耐えることができません。それを踏まえまして剪定のポイントですが、伸びすぎた枝や、樹形を目指す枝がありましたら、その枝を、切ることがポイントになります。料金は高さが2メートルで3000円からとなります。